矢田亜希子、婚活界の神のセリフ量に驚き、2日間私、一人で喋っていました。女優の矢田亜希子が、テレビ東京系で、初主演を飾るドラマ、ナースが婚活がスタートした。矢田が演じるのは、ナース専門の婚活相談所、ナースの友で、現役ナースたちの婚活の相談に乗る女性、横山陽子。歯に衣着せぬ物言いで迷える若手ナースたちに、ビシビシと婚活指南をする姿は、新たな一面を覗かせる。今回は、そんな矢田に、作品の見どころや、撮影を振り返ってもらった。セリフ量に驚き、1日に10ページ分のセリフという感じ。本作は、柳川慶子の原作、ナースが婚活？を実写ドラマ化。男性にモテる職業ナンバー1と言われながらも、不規則な勤務形態や重労働で、なかなか婚活がうまくいかない迷子者たちに。元ナースで、自身も長年婚活を経験した過去を持つ陽子が、的確かつ厳しくアドバイスし、成婚に導いていく姿を描く。本作のオファーを受けた際の心境を、私が婚活？と思ったら、アドバイスする側でした（笑い）と明かした矢田は、周囲でも最近は結婚のためにマッチングアプリや結婚相談所のようなものを利用している方をよく聞くので、面白そうだな、と前向きな気持ちだったという。矢田が演じる容姿は、婚活迷子たちにズバズバとアドバイスをする、なかなか悪の強いキャラクター。陽子の話は正論なんですが、20歳くらい年下の女性にかなり強めにズバズバと言うんです。普通に言ってしまったらとても説教じみてつまらなくなってしまいがちなので、視聴者の皆さんに興味を持ってもらえるよう、動きを大きくしたり、この人、なんだ？笑いと、突っ込みたくもなるようコミカルに演じてみたり、監督と相談しながら、撮影を進めましたと。婚活界の神というカリスマ性を持ちつつも、どこか愛されるキャラというさじ加減を意識した役作りを明かす。婚活の実態について、矢田は、今回この役を演じてみて、婚活って普通の恋愛じゃないと思いました。待っているだけでは何も始まらないし、能動的に行かないとダメ。本当に婚活は努力なんだって実感しましたと感じ入ったという。そんな本作で矢田が驚いたのは、セリフの量。陽子のセリフの分量がとても多くて、大変なんです（笑い）。1日に10ページ分のセリフという感じで、2日間で20ページを、私、一人で喋っていました。セリフ覚えは大変ですが、大きなやりがいがあるので楽しいです。撮影期間中はがっつりとこの作品に気持ちが入っていられたので、充実感でいっぱいです。ラビットの影響を実感、私のこと知らないような年代の方まで声かけてくださるんです。そんな矢田は2021年から水曜レギュラーとして朝のバラエティ番組ラビット TBSK 毎週月曜から金曜8時に出演中だ。レギュラーが決まってから北は北海道から南は九州までお仕事で行かせてもらって、今まで絶対私のことを知らないような年代の方までもラビット見てます。と声をかけてくださるんです。私なんて週1回のレギュラーなので、どれだけあの番組はすごいんだろうって驚いています。と、その反響の大きさを語る。そうした反響の大きさについて、矢田は、やっぱり演技の仕事とは違って、元が見えるので、親しみやすくなっているのかもしれませんと語ると、これまでは気がつかれても、なかなか声はかけられたりしませんでした。今は普通に話しかけてくださるんです。私も、こんにちはって話し込んでしまうこともありますと視聴者との
距離が近くなったことも明かす。そんな八田が演じる婚活界の神が一体どんな活躍を見せるのか、今から楽しみで仕方ない。取材、文、磯部正和、写真、松林真美。木ドラ24、ナースが婚活はテレビ東京系にて毎週木曜24時30分放送。